いいサードを切った、その横から右側から4番だ。さあ、ヤクザが揃った、ヤクザが揃ってレンジになりました。6対20、アイディオープンのヒートクールです。20分プラス1球、20分プラス1球で争います。さあ、1番2人、右のターン、5番コースからピッツ3、1台先頭を仕掛けたのは前線4番か。フロントからレンジに跳ねることができなかった、ちょっと順位を下げてしまいましたが、まだまだ視点距離の範囲内にあるでしょう。ピッツ3から7番コースへの下り、3番右に倒れて上りのストレート、ここが新しく新設されたコブ。さあ、横一線トップアートになった。215番34番一斉の対決だ。昨日の2番手争いがトップ争いを見えます。お互いに2人と2人を返すような形になりました。トップ争いこれを後ろから攻撃する。1番の差も2人戦と9番。11番コースから和光ヒルズ、和光ヒルズを越えて1秒で12番コースト、12番コースから13番コースに向かう左3度のコーナー、第5コーナー、発生時は繰り返していきます。昨日2位争いを演じていた、そのままトップ争いに移った形になりました。顔を大きく左に切り込む13番コーナー、ステップアップから14番コースト、14番コースト の出だけチャレンジなく、チャレンジからカメラ、さあ、何かを見せる、何か PR している、どうした長島が何か PR しているぞ。最終コーナーを駆け上がって、ピットクルーに何か PR したもの、ホームストレート、ピットコーナーを抜けて、ピットコーナー右側全然違うというところの中から、アウトから何かを確認をする。Thank you.
テンプアップを超えて、あの今年の新規戦がこのウェアがトレードの足に行こうなのか、最終コーナーを迎える、ここから新日本大袴田、ここから新日本大最終はさせない気が、15番に中島、さらに前線4番の佐野、ここまではまだ順調に、足を進めている。
ちょっと待って。